バレーボール男子、イタリア一部、第5節セリエアーモンツァ3、25から20、23から25、25から22、25から20、1ベローナ、8日、イタリアベローナ、モンツァの日本代表アウトサイドヒッター、高橋愛、ラン、22、イコール日体大イコール打敵地のベローナ戦にフル出場し、3対1の勝利に貢献した。 セットカウント1対1の第3セット17、18から2連続でスパイクを決めるなどチーム最多21得点と大暴れ。チームの3勝目、1敗に貢献し、今季初の MVP にも選出された。次戦は日本時間13日にホームでターラントを迎え撃つ。高橋が獅子粉陣の活躍で勝利に導いた。第4セット、S の20-18では、 相手のスパイクを一枚のブロックで封じ、シャー。と、おたけびを上げた。4本のブロックを含むチーム最多21得点と攻守で敬引ここまでの4試合で3勝1敗とし、チームは暫定2位に浮上した。高橋は試合後、昨季に開幕から2位草連続で獲得して以来、今季初の MVP に選出。インタビューに英語で応じ、タフな試合だったが、集中していた。 とてもハッピー、と満面の笑みを浮かべた。第 1S からエンジン全開だった。次々にスパイクを決めると、セットカウント1対1で迎えた第 3S。17対18の苦しい展開でレフトから2連続でスパイクを浴びせた。チームのピンチを救い、22の20からは相手守備の間に球を落とすサービスエースだ。得意のサーブレシーブや力をつけてきたブロックでも奮闘し、 シュにフル回転で貢献した。世界最高峰リーグで3期目、高橋の身長188センチはそれほど大きくはない。前戦から中2日の過密な日程でも、週に3日は下半身中心のウェイトトレーニングを続けており、昨季1年間で平均5から10センチは跳躍力が伸びたと明かしている。持ち前の的確な読みも生かし、これまで課題としてきたブロック力も改善。 この日は4本のブロック得点を挙げた。日本の主軸としても出場権を持つライカのパリゴリンでの金メダルが目標だ。そのためにも成長が鍵。イタリア一部で昨季はリーグ13位の300得点を挙げたが、今季は全てにおいて昨季より上と成長を掲げた。今季ここまで計63得点は暫定でリーグ2。 パドバから上位常連のモンツァに移籍した初年度で存在感は増すばかり。ファイナルで戦ってみたい、と、乱気流、に乗って上昇する。放置新聞社。